荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい、そう考えております。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。ご容体いかがですか、元幹事長。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前に、あなたはどうなんです。偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか。あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを縫ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが1年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。青2歳が。青2歳ね。覚えていますか、10年前、私が初めて政界に進出した区議選のこと。民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。もちろん民事党の公認候補として。どんな気分ですか、現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。おっと、長話が過ぎましたか。元幹事長、ぜひ長生きしてくださいよ。私は心からそう思っているんですから。きれいに再開発された偉人町が完成した暁にはその目で見ていただきたいので、そしてその時の元幹事長の顔を私もこの目で見たいので。
ここが春日君たちのアジト？なあ、遠慮することはねえ。くつろいでくれ。まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば。どいつもこいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて。ちゃんと難波さんの許可をいただきましたよ。単純儀から止めてくれなんて頼まれたら俺の立場的にも断れねえだろ。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの？現在監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半純儀はともかく、町までここに引っ越してくることはねえだろう。引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来るか？人が集まる場所には情報も集まります。ここを有意義に活用していきましょう。情報か。その後ブリーチジャパンの方は？あんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか？警察？春日君ニュース見てないの？そういやここんとこ見てねえな。コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町、いや日本中で株を上げたよ。はあ？テレビも新聞も報道はこう。警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュル、そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパンってね。そんなの随分偏った言い方だな。それだけじゃありませんよ。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡したと。小笠原が死んだ？どういうことだ。俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろ。そうよ。あいつ近江連合に助け出されてまんまと逃げたはずよ。ってことはまさか。そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。正義のために殉死した革命の英雄に仕立て上げられてね。革命の英雄？なんだいそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男。始末しなきゃいけなかったわけでしょ。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死って演出のおまけ付きってこと。くっそ、敵ながらいちいち完璧な連中だぜ。どうしますか。今から警察に行って小笠原を拉致していたことを話してみますか。無駄だな。警察は真淵の息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。全てはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に若い。でも完璧って言ったってよ。ブリーチジャパンの連中がコミジュルに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかよ。そこは結果論ってやつかな。確かに不法侵入だけど、今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね。警察も検挙しようがない。このままだとコミジュルもハンピン・リューマンも偉人町に居場所がなくなることは間違いありません。そして我々に味方しかくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば早々に相談された方がよろしいかと。いや、俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡？荒川のおやすさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には
一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って？これ以上はまだ話せません。すいません。三つ、また連絡させてもらいます。そうですか。しかしその荒川真澄は春日さんを撃った張本人なのでは？おやっさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすために撃つとは？どういうこと？まあその話は長くなるから今度酒でも飲みながらやろう。とりあえず張も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。この先いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。賛成。おう。ようやく来たかい。浜子さん、これは一体？いらねえもん捨てるって言っただろう。こいつら私一人で出したんだけど、もうくったくたでね。残りはあんたたちに頼みたいってわけさ。布団買い替えるのかい？景気いいじゃねえか。あれ、誰もいねえ。女の子たちはどうしたんだい？あの子たちは一人残らずやめたよ。閉めるんだよこの店は。え？異人町再生シェルター？ブリーチジャパンの連中が浜北公園の先に作った施設さ。風俗で働く子やその家族が無料で住めるんだよ。無料で住める？じゃあ店の子たちはそこに？ああ、しかもシェルターじゃ職業訓練も受けられるし、ビザ取得のサポートもしてくれんだよ。日本国籍のないあの子たちにはこれ以上ない計らいさ。本当にブリーチジャパンがそんな施設を作ったのか？これからは同じような施設を全国に展開していくってよ。ここもブリーチジャパンが買い取ってシェルターに建て直すのさ。でもここがなくなったら浜子さんはどうするんだ？困るだろう。その辺もちゃんと考えてくれててね、私をシェルターの寮母にしてくれるんだとさ。でも給料もいいし、世話焼きの私にはもってこいの仕事だ。困るどころかありがたいね。ありがたいって、前はあんなにブリーチジャパンを嫌ってただろう。以前は出てけ出てけって言うばかりのうるさい連中だと思ってたさ。でも今回こうやって代替えの案をちゃんと出してくれたんだよ。なんだかんだ言いながらちゃんと考えてくれてたってことさ。話によるとシェルターは青木亮の発案らしいじゃないか。なかなか大した男だよ。私は見直したね。こんなこと言っちゃなんだが、選挙のための票集めじゃねえのか？今度の衆院選が終わったらシェルターなんて知らん顔するかもしんねえぞ。うん、そうだよ。政治家がよく使う手だって。なんてこと言うんだい。あの人はそんな薄情な男じゃないよ。じゃあお前たちにうちの子たちを救えたかい？何にもできやしないだろう。今日だって青木さんはお忙しいところをわざわざ異人町まで足を運んでくれてんだよ。青木亮が今日異人町に？小笠原さんの葬式に参列するためだよ。
青木さんはどんなに忙しくっても仲間のためならスケジュールを縫って駆けつけてくれる情の熱い人なんだ。それをお前らは大して知りもしないでつべこべ言うんじゃないよ。若が異人町に来てる。挨拶に行くか。いろいろと聞くチャンスかもしれない。俺も堀之内との関係を知りてえしな。バカ、相手は時の人だぞ。そんな簡単に近づけるわけないだろ。やれるわよ。葬式ほど簡単に潜り込める場所ないんだから。なんで最後まで張り切ってんだよ。悪い、浜子さん、ゴミ出しは別の日でもいいかい。え、どうしたんだい急に。ちょいと野暮用を思い出しちまってよ。仕方ないね。なるべく早く来ておくれよ。お、悪いな。式場の場所わかるか。異人町で葬式といえば中央通りにある斎場よ。野々宮の時に行ったでしょ。あそこか。よし、早速行こうぜ。浅原君、君と初めて出会った日のことを今でも昨日のように思い出します。間に合った。ちょっと通してくれ。俺たちは3列じゃない。何、あなたたちもブリーチジャパンなの。いや違う、でも小笠原は知らねえ仲じゃねえんだよ。無理無理、今日の参列者は親族とブリーチジャパンのみだよ。線香の一本くらいいいだろう。俺たちマスコミだって入れないんだ。おとなしくモニターで見るしかないよ。本日の式場をここ異人町に設けたのは小笠原君が最も力を入れていた町だからです。誰よりも君がこの町の再生を見たかったはずだ。半年前、横浜に家族で移り住み、不退転の覚悟で町を変えようとしていた君の思いは私が誰よりも知っている。町を慈しみ、町を愛し、町に根付くことで初めて町の一員となれる。だから自分は異人町の住人になると言った君の言葉に私は強く感動した。学生時代の学友として、同じ志を持った仲間として、そして君の親友として本当に本当に無念だ。だが君が最も可愛がっていた後輩の久米君が君の夢を引き継ぎたいと名乗り出てくれた。君が命を懸けて作った道を必死に歩こうとしている人間がいる。こんなに嬉しいことはないじゃないか。だから私もその背中を押してあげようと思う。次の選挙、私は久米君をこの選挙区で男にする。これは民事党幹事長としての決意ではない。小笠原君、君の親友としての決意だ。私はこの異人町にかけた君の夢を必ず実現させる。それが叶う日まであと少し、天国で見守っていてください。
彼の死を無駄にしちゃいけないわ。立派なもんだ青木都知事。一番辛いのは青木さんだってのに。いい調子だったな。これで本当に小笠原殺しを青木が指示していたとしたら、とんだ名演技よね。あの野郎、久米を立候補させる気だ。何考えてやがんだ。おい、出てきたぞ。行くぞ。青木さん、久米氏に関しては正式な出馬表明と捉えていいんでしょうか。次の選挙、民事党の目標議席は。一言お願いします、青木さん。一言お願いします、どうか一言。総選挙への意気込みは。ちょっと押さないで。道を開けてください。はい、通して、通してください。青木都知事、ダメだ、近づけねえ。先回りしよう。先回り？都知事が電車で来るはずね。どっかに車止めてんだろ。そりゃそうだが、偉人町なんて駐車場だらけだぞ。全部見て回る気か。ねえ、前に週刊誌で読んだんだけど、マスコミに追われてる有名人って地下パーキングを使うんだって。追っ手を巻きやすいの。本当かよ。この近くに地下駐はでっかいのがあるわよ。川沿いに入り口があるわ。よし、行ってみようぜ。マジか。おい、わかった。こっちはすぐに発信できるようにしておく。エンジンをかけろ。間もなく都知事が戻られるぞ。ピンがね。ナイスだぜ、サッチャン。ここで何してる？通してくれよ。都知事と話がして。ダメだ、下がれ。厳戒態勢、不審者だ。知事、こちらへ。おい、俺たちは不審者じゃねえ。勝手に決めつけんなよ。だったら何者だ。お前らマスコミじゃないだろ。都知事のファンだよ。握手するだけだってな。ダメだ。どうしても？ダメだ。ちょっとだけだから。あかん言うたらあかんのや。あかんか。あんたら関西の人ってか。せやったらなんや。つまり近江だな。ああ、否定しねえのか。
都知事の警備が近江連合のヤクザだ。驚きだね。アホ抜かせ。わしらは警備会社の民間人。関西弁やからって全員が近江連合なわけないやろ。勝手に決めつけんなよ。ほう、よく言うぜ。俺たちのことは不審者だって決めつけたくせによ。お前はどう見たって。まあまあまあ、ここは一つ落ち着けよ。なあお前ら、おとなしくそこをどけ。さもないと動くな。おいおい、随分物騒なもん出すな。火借りてえだけなんだが。どくっていうか、民間の警備会社がそんなもんなんで持ってんだ。くそ、はめやがったな。まあええわ、バレてもうたならこのまま弾くだけ。安全装置外れてねえぞ。あ、くっ、嘘だよ、ど素人め。なめやがって、クソが。いたまえ、こいつら血祭りや。やる気だけ十分に上がってくれ。くそ、待て。てめえ、うお、一番大丈夫か。何してるんだお前たち。これは知事。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。いえ、はい、申し訳ございません。お怪我はありませんか。私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで、バックミラー越しに事態が見えたもので、慌てて戻ってまいりました。さあ、今夜乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。お怪我がなくて本当に良かった。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何卒ご容赦ください。では次の予定がありますので、ここで失礼いたします。なあ、なあ、待った。おい。ああ、いただきます。いただきます。おっとっと、枝豆が飛んでっちまった。枝豆を鞘から出すときに勢い余ってたまに飛ぶよな。そういや、カズが知ってるか、最近は鞘から出した枝豆ってのも売ってるんだぜ。他にも
甘栗もすでに剥かれた状態で売ってたりしますね。なんだと？俺が無所に入ってる間に人類はそこまで堕落しちまったのか。栗も枝豆も自分で剥いてなんぼだろうに。分かってねえな。あれ、豆が出てこねえ。に、くそ！もう何やってんのよ。ちょっと貸して。ほら、この小皿に何個か出しておいたから食べていいわよ。ど、おう、すまねえな。枝豆は自分で剥いてなんぼなんじゃなかったのか。いや、剥いてもらうってのも案外悪くねえな。わかりやすいやつめ。よ、ハン・ジュンギ、一人で飲んでんなら付き合うぜ。そうですか。まあ特に断る理由はありません。どうぞ。そういえば春日さん、一応お耳に入れておきたいことがあります。ん？なんだよ。コミジュルの者から連絡がありましたね。どうも私のことを嗅ぎ回っている人間がいます。どこからか偉人町にハン・ジュンギがいると聞きつけてきたようで。それってどういうことなんだい？まだ詳しい情報はありません。今はただ不審な者がいるとしか言えない段階です。とはいえ彼らが私に敵意を持ってこの町へ来たんだとしたら、春日さんたちも私のそばにいることで何かしら巻き添えになってしまうかもしれない。巻き添えになって結構さ。俺たちは仲間だろ。仲間だからこそ迷惑をかけたくないものです。バカ野郎、仲間なら迷惑かけてなんぼだろ。あんたにかけられる迷惑なら大歓迎さ。不審者でも何でも来いってんだい。熱い男ですね。嫌いじゃないですよ。あんたの予想じゃその不審者は何者なんだい？確たる根拠はありませんが、人言派の残党である可能性が高いですね。人言派？じゃああんたのお仲間だった連中かよ。どうでしょう、彼らにしてみれば死んだはずのボスを影武者の私が語っているのです。それを許せないと考えたのかもしれません。その場合彼らの目的は私への制裁です。制裁って？私を殺そうとしている可能性もある。ならよ、もうハン・ジュンギじゃないって素直に影武者辞めりゃ済むんじゃねえか。かもしれませんね。だいたいいつまでも別人で居続けんのってどうなんだよ。人間ありのままが一番ってもんだろ。もう名前も顔も元のやつに戻しちゃえよ。名前はともかく、顔はそう簡単にコロコロ戻せませんよ。それに不審者の侵入はまだ詳しい情報待ちです。慌ててアクションを起こさずとも大丈夫でしょう。あんたがそう言うならそれでもいいけど、油断してたとこを襲われてやっぱ備えときゃよかったとなりゃ恥ずかしいよな。なるほど、肝に銘じておきましょう。ったく、すました顔しやがって。少しは人の話も聞いたってよかねえか。そんなに褒めないでください。照れますよ。褒めてねえって。ねえねえ、今度みんなでトランプしようよ。どうしたんだよ急に。せっかくマスターが広い部屋使っていいって言ってくれたし、みんなでダラダラしながら遊ぶのも楽しいかなって。まあ1階の洒落た感じと違って2階は実家っぽいよな。トランプって何やるんだ？七並べ？そりゃやっぱり大富豪でしょう。人が多いほど盛り上がるわよ。お、いいね。ホームレス連中と毎晩やってたから俺強いぜ。俺も刑事仲間とやってたな。負けねえぞ。コミジュルでは私が一番強かったんですよ。ところで八切りってありだよね。イレブンバックは？七渡しは？何ですか七渡しって。それより階段はありますよね。なんかやる前から盛り上がってきたな。
ローカルルールが面倒なのでババ抜きにしましょう。いただきます。いただきます。いやタッカルビって味が濃くて美味しいね。なあ、米にも酒にも合うよな。そういえば鶏肉なのにカルビなんだな。春日君、カルビってのはね、肉の部位の名前なんだよ。え、カルビって牛肉のことじゃないのか。違うんだね。じゃあそんな春日君にカルビクイズ。カルビとはどこの部分を指すでしょう。ブブー、外れぐぬぬ。腰肉は主にサーロインって呼ばれてるね。カルビはあばら肉を指します。そしてタは鶏なので、タッカルビは鶏のあばら肉料理という意味になりますね。なるほどな、勉強になったわ。ごちそうさまです。おう。ねえ。なあ。こんなところで生まれたんだな、お前は。お久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか、どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか、あとこの体も気になるか。昔は車椅子だったもんな。全部答えてくれるんですか。ああ、病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。知ってるか、向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があってもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために名前変えたんですか。手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。どうした、おめでとうございますの一言も言ってくれないのか。素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか。政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。うん、はあ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか。だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。やつは一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。
だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか。じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか。どうだ。そりゃほら見ろ、リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る。沢城の頭が殺した鈴森って男は東条会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。それ誰にもわからないっすよ。いやわかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。え？そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。覚えてるか、大晦日に行ったカムロ町のクラブ。へえ、若の彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな。若、いつからそこに。あの、若。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。酔っ払いだ。何あれ、具合でも悪いのか。見るんじゃねえ、見るんじゃねえよ。起きろや。こんなところで寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。わざわんじゃねえ。カムロ町でヤクザをちょくるなんて、いい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、
ハムの蝶の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ？え？田舎のおもちゃ屋か？あ？おもちゃだと思ってんのか？本物なら撃ってみろよ。ほら、どうした？ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ、半端もんのくそ。てめえ、いい加減に。この男が鈴森。ああ、俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ俺は若の代わりに出頭したってことですか？そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか？絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。勤めを終えて出てきたお前をあいつはバーンだろ。ひでえ話だよな。頼んだぞ、イチ。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ？なんで偉人町にいる？理由なんて。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。そうか、まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんですけどね。でも若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しいです。殺されると思ったか？
お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。昔のよしみでな。その代わり条件がある。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな。じゃあ俺からも若に条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。何？生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。民事党内でも同じ見解だわ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか？俺の価値を知らしめさせるためさ。え？想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたら、その時民事党の奴らはどう思う？青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。久米は若の引き立て役ってわけですか？選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか？あのシェルターか？あれはなかなか役に立つ優れものさ。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな。捕まえる？ビザの取得をサポートしたりするんじゃん。まさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。そんな、それじゃ彼女たちを騙したのか？犯罪者を一掃して偉人町を再生するシェルター、名前に偽りはないね。じゃあ若は俺の条件を飲めないですね。飲めないね。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。どういうことっすか？若は一人で来るって聞いてましたが。若の最後の情けを無駄にしやがって。愚か者が。すげえしませんか？こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだ一番。うっのっ、おい、えい、このバカ。お前らなんでここに？おら、どけどけ。逃げるわよ。見ろ、やっぱり罠だったじゃねえか。
中の連中ナイアゴロを取りこぼしたようやな。わしら控えの出番や。ええとこ見せて沢城の頭にアピールすんで。すっきり。おう。沢城とちゃうやろ。相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だろ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど案外普通でんな。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっちゅうのはどうでしょう。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさんおやっさんうるせえな。その言い草には昔から虫ずが走ってたんだ。まあまあ言わせたってありましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな解体ショーの始まり始まりや。根性を叩き直す。楽しませてくださいよ。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。頭も驚くだろうよ。箱の中におめえの首を見たらな。気持ち悪いやつだったわね。近江にはこんなのがワンサがいんのか。日本一の極道組織だ。これよりもヤバいやつらだってゴロゴロいんだろ。そんな連中がどんどん陰陣町にやってくるの勘弁してよ。一番浜子さん、どうしたんだ。今シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ。あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。一体どうなってんだか。落ち着け浜子さん。一緒に探してくれよ一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。え？シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだよ。そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから異人町に身を寄せていたんじゃないか。私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに
なんでこんな結果に。浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。ごめん、ごめんよ。畜生。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、サッちゃん。どんどん偉人町がぶっ壊れていくな。ハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか。俺たちも行く当てがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行く当てがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは。親もとっくに亡くなってるし、今さら行く当てって言われてもな。最後はとてもじゃないけど、妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が？みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんなら、なおさら取り返してやろうじゃねえか。でも勝算があんのか。そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだってな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強い者に立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に近江連合、日本の表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの。バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった、もちろん分かってるって。よっしゃ。呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ。うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバー、サッちゃん、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバーはどうなんだ。お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって本当にいいのか。俺がそんなに薄情に見えるか。こうなりゃ地獄の果てまで一緒に戦って、弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。決まりだな。どいつもこいつも今に見てろよ。